日本初上陸、トヨタハイラックス特別仕様、ズレボー6高エディションの全貌、特別仕様で見せる、ハイラックスレボー6高、待望の日本市場投入。トヨタが、新型ハイラックスの特別仕様車ズレバーク高エディションを、2023年12月22日に発表し、2024年5月に発売することを、正式にアナウンスしました。この車は、海外ではすでに人気のレバ6高をベースにしたモデルで、日本では、これまで正式に導入されていませんでした。そうした背景から、カスタムを施して、このモデルを楽しんでいた愛好者も少なくないことから、その日本上陸は多くの注目を集めています。この特別仕様車に関して、ボディサイズ、エンジンスペック、インテリア、燃費、価格、発売日、現行モデルとの比較、ライバル車種との差別化、変更内容など、詳細に予測してみましょう。ボディサイズ、新型ズレバーク高エディッシンは、現行ハイラックスの堅牢なフレームを踏襲しつつ、専用のエクステリアデザインが採用されることが予想されます。特に、レバ6高特有のアグレッシブなフロントグリル、ホイールアーチの拡大、そして、専用デザインのアルミホイールなどが期待されます。ボディサイズは、現行モデルと同等か、わずかに大きくなる可能性がありますが、基本的なプロポーションは維持されるでしょう。全長、約 5330mm 現行モデルと比較して、プラス 30mm、全幅、約 1855mm、変更なし、前高、約 1815mm、専用サスペンションにより、プラス 15mm、ホイールベース、約 3085mm、変更なし、ボディサイズとデザインの特徴、全長は、約 5330mm と、少し長くなる見込みで、これは、新たにデザインされた、フロントバンパーと、リアバンパーの追加によるものです。これにより、よりアグレッシブで存在感のある外観が実現されます。前高がわずかに増加するのは、オフロード走行時の性能向上を目指し、専用サスペンションが採用されるためです。これにより、より高い地上高を確保し、アクロでの走破性が向上します。デザインにおいては、特徴的なフロントグリルや、専用デザインの LED ヘッドライトが採用され、日中走行灯、DRL との組み合わせで、識別性と安全性を高めます。エンジンスペック、パワートレインに関しては、高いオフロード性能を維持しつつ、環境性能にも配慮されたエンジンが搭載されると予想されます。具体的には、改良された 2.8 リットル、ディーゼルエンジンが中心となり、より洗練されたトランスミッションと組み合わされて、燃費とパフォーマンスのバランスが向上されることが期待されます。エンジン 2.8 リットル、4気筒ディーゼル、最大出力204馬力、3400rpm 現行モデルと同等、最大トルク、500nm 1600から 2800rpm 改良により、プラス 50nm、トランスミッション6速オートマチック、エンジンスペックとドライビングパフォーマンス、改良された 2.8 リットル、ディーゼルエンジンは、より高いトルクと改善された燃費を提供します。特に、トルクの増加は、低速域での力強い加速感と、オフロードでの走破性を、大幅に向上させます。トランスミッションには、改良された6速オートマチックが採用され、よりスムーズで反応の良い変速を実現します。これにより、市街地からオフロードまで、あらゆる状況で快適なドライビングが可能になります。インテリア、内装に関しては、レボー6高専用の装備や、デザインが盛り込まれるでしょう。高品質な素材の使用、専用のシートデザイン、最新のインフォテインメントシステムの搭載などが考えられます。また、オフロード性能に特化した、機能的な改善も予想されます。シート専用デザインの本革シート、インフォテインメント9インチ、タッチスクリーンディスプレイ、Apple CarPlay & Android Auto 対応、インテリアとテクノロジー、内装では高品質な素材の使用により、豪華さと耐久性を両立します。専用デザインの本革シートは快適性とサポート性を提供し、長時間のドライブでも疲れにくい設計となります。インフォテインメントシステムは9インチの大型タッチスクリーンディスプレイを中心に、ナビゲーション、音楽再生、スマートフォンの連携機能 Apple CarPlay and Android Auto など、最新のテクノロジーが満載です。これにより、運転中も情報とエンターテインメントを簡単に、安全に楽しむことができます。燃費、改良されたエンジンとトランスミッションにより、現行モデルと比較して、燃費性能が若干改善されることが予想されます。ただし、大型車であるため、大幅な燃費の向上は期待できないかもしれません。WLTC モードリッター、約 12.5km、現行モデル比プラス 0.5km、燃費性能の向上は、より効率的なエンジン管理システムと、空力性能の改善によるものです。WLTC モードでの燃費は、約 12.5km L と、オフロード性能を損なうことなく、環境に配慮した設計がされています。価格、特別仕様車であり、様々な専用装備が追加されることから、現行モデルと比較して、価格はやや高くなることが予想されます。詳細な価格設定は、発表まで不明ですが、特別仕様車のプレミアム感を考慮すると、若干のプレミアムが加わることは確実でしょう。価格設定と、市場ポジショニング、価格は、約450万円から500万円。
500万円と予想され、これは専用装備と高性能なエンジンを考慮したものです。この価格帯では高いオフロード性能と上質な内装を求める顧客層をターゲットにしています。市場におけるポジショニングは、ハイラックスの頑丈なイメージに高級感と特別なスタイルを加えたモデルとして位置づけられます。これにより従来のハイラックスファンのみならず、新たな顧客層をも魅了することが期待されます。予想価格約450万円から500万円、現行モデル費約プラス30万円から50万円。発売日2024年5月の発売が予告されていますが、具体的な日付はまだ未定です。通常、特別仕様車の発売に向けて、さらなるティーザーキャンペーンや予約開始のアナウンスがあります。現行モデルとの比較、ライバル車種との差別化。現行モデルと比較して、ズレバーク高エディッシンは、よりアグレッシブなスタイリングと、高性能なオフロード機能を備えることで、差別化されます。また、ライバル車種と比較しても、この特別仕様車は、トヨタの信頼性と耐久性に加え、独特なデザインと機能性で魅力を放つでしょう。変更内容。主な変更点は、外観と内装の専用デザイン、改良されたエンジン性能、および特別仕様車ならではの装備の追加です。これにより、レヴォー六甲は、同セグメント内で一層の注目を集める存在となります。外観専用フロントグリル、拡張ホイールアーチ、18インチ専用アルミホイール、内装専用本革シート、改良されたインフォテインメントシステム、パフォーマンスサスペンションの改良による、オフロード性能の向上、エンジントルクの増加。これらの変更により、ズレバーク高エディッシンは、高いオフロード性能と独自のスタイルで、日本市場に新たな風を吹き込むことになるでしょう。トヨタは、ズレバーク高エディッシンを通じて、ハイラックスのラインナップをさらに強化し、市場のニーズに応えることになるでしょう。愛好者や潜在的な顧客にとって、この特別仕様車の登場は、大きな喜びであり、その発売を心待ちにしていることでしょう。